こんにちは、皆さん。今回は、ドラマ、アニマルズについてお話しします。2022年6月23日から、アルマ、スペシャル、で配信された、アニマルズ、は、新進気鋭の自由、鈴木愛理の初主演作として話題となりました。しかも、このドラマで共演する俳優陣も見どころ満載で、その中でもシラス人が演じる坂木啓介のキャラクターが特に注目を集めています。坂木啓介とは、シラス人が演じる坂木啓介は、アニマル、 ビューティーというベンチャー化粧品企業の代表で、物語の中で主人公、獅子守会鈴木愛理と出会います。仕事においては優れた能力を発揮する一方で、性格はマイペースで恋愛には不器用な一面を披露します。 坂木のキャラクターは、その個性的な魅力とともに、物語に深みを与えています。三角関係の中での苦悩、坂木圭介と獅子守会の出会いは、恋愛模様の幕開けを告げました。しかしその一方で、長峰風糸口本田響也というカメラマンが登場し、三角関係が展開されます。 この複雑な状況において、坂木が抱える苦悩や感情の揺れを知らす人が見事に表現しています。マイペースながらも仕事に真剣。坂木圭介のキャラクターは恋愛面だけでなく仕事においても真剣でありながらマイペースな一面を見せます。白洲人はその独自の芝居で、キャラクターの奥深さを引き立たせています。 シラス人の演技力の高さ、アニマルズ、でシラス人が演じる坂木圭介は、キャラクターの複雑な感情や苦悩、そしてユーモアを見事に表現しています。彼の演技力が物語に深みを与え、視聴者を引き込む一員となっています。まとめ、シラス人の魅力が光る恋愛ドラマ、アニマルズ、坂木圭介としての彼の独自の演技が、物語に奥行きをもたらしています。彼のキャラクターの成長や苦悩に目が離せない一作となっています。これからの展開がますます楽 楽しみですね。ぜひお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。